いえいえ、オーライ。すいません、今日はありがとうございます。改めまして、懐かしい皆さんにお会いできて、本当にありがとうございます。もうお話は後でしますけども、まあ、九州に5月に帰ります。まあ、アントンスタジオがあってですね、私はここに立ってます。アントンスタジオがなかったら本当にここはなかったです。記念で4月2日にレコーディングしましたので、その CD を皆さんにお配りしましてですね、思い出として持って帰ってください。まだもらってない方は催促するのでお願いします。それではスクランブルエッグよろしくお願いします。Give me a second.
カビ
これ一息入れて。ベスト上げた方がいい。ちょっとなかなかほら曲目紹介してないじゃないですか。一番最初がブンブンで面倒くさい女、今のソウルな前ですね。今のやった曲ね。じゃあ続いてはドンビークライ。この曲めっちゃ好きなんですけど。すごいすごい。ゾンビくらいですね。泣かないで、みんな泣かないでよ。俺行っちゃうけど泣かないで。一人行っちゃうのはまずいよ。どこ一緒だ。そうそうそう。Oh,
早い時間から飲みすぎたんでしょまだ飲んでる、ね、飲みすぎたからね。いや、そんな飲んでないよ。そうだよ、そう、それは男だけで。アントンでやるときね、ルーティンでだいたい2時間前に集合してアメ横の大山って知ってます？あ、知ってる。 あのね、コロッケのね、コロッケ肉の大山っていう、そこでまず飲んで飲んで、まあ 1,2 杯飲んだら、その目の前にカノヤっていう居酒屋の、もうすごい大りま、大りまのね、飲んで今日もう2時間飲んじゃったなんだ、メガの中杯なんか氷なしとか言っちゃった氷なしって何？もっと言うとね、え、大体はね、もっとはね、高田屋ほら、だいたい駅前に、まあ、それをね、あそこでだいたいね、日高屋ってだいたい駅前にあるじゃないですか。地方は特にありますよね。その、かでもない不可でもない餃子がまたちょうどよろしいようで、演奏前には必ず行ってますね。だって日高屋がないところでは地方じゃライブやりませんので、ね、そう、そこでミーティングを、濃厚なミーティングをですね、濃厚な、ハイボールとともに、飲み干して会場に向かうわけです。そんな感じでございます。スクランブルエッグス、続きます。大丈夫。じゃあ陽気な、のどりでいきますよ。ヘビ足お願いします。
マサコ許しておくれ。俺が悪かったんだよ。本当に俺は悪いですよね。マサコ。誰マサコ？マサコ。お前がいた頃聞いてください。お前がいた頃は本当に良かった。薄暗いこの部屋をバラの花で飾られて、お前がいた頃は吹く風優しくて、出ます。ありがとうございます。いっぱい来てもらって本当だね。ファーストステージあと4曲、あともうステージありますけども。もうちょっと。終わったらセッションやりますんで、皆さんも曲考えといてね。バンバンやってくださいよ。ね、お願いします。それではあと4曲頑張りましょう。もう昔ですね。うん、CD をね。バンバン作りまして、夢の印税生活なので、ね、夢は夢で終わってしまいましたが、やっぱりお金はあった方がいいな、ね、そういう歌ですね。そうね、売れる売れる買って
あった方がいいじゃん、あった方がいいじゃん、あった方がいいじゃん、あった方がいいじゃん。やっぱりこの世は金金、カバーソング今回の瀬戸利大変なんですね。全然やって大変だった。俺も大変だった。俺も大変だったよ。もう全然やってない。セカンドあるからね。すごいよね。カバー246ルート246は、あ、ルート246どこですか。青山通りね。あ、厚木会場、厚木のね。そうそうそう、99.9% オリジナルなんですけど、これだけカバーやりますんで、一曲一曲ね。ルート。あ、オーライ。ルート66。ワン。ワン、ツー、スリThank you.
曲で、1回目のステージでお伺いしております。 Alright 久々だね。ね、柴田さん、柴田さん、みんなありがとう。本当に嬉しくて、感激だね。ジャドリュー、オリジナルでやったよ。いきます、飲んでいただきます。一応終わったけど、なんで2ステージなのかよく分かんない。勝手に決めちゃってさ、もう飲みたいのに、みんなと一回休憩してね。いや、ほんとみんなもセッションやってくださいよ。終わったらもう それが楽しみなんで、みんながやってもらえるの、ね、よろしくね。で、最後ですね、一部は、スイートラブございます。今日詩を書いてくれた、マサルも来てくれてるんで、そう決めました。
Yeah.